はい、こんにちは。フリーランスのシステムエンジニアのゆうたです。ですね、今日はちょっと確定申告の話をしたいなと思います。で、ちょっとですね試験的にというか試験的になんですけど、ちょっとお散歩をしながらお話ししようかなと思います。で、なんかいつもあれなんですよね、自分の部屋がですね、とてつもなく暑くてクーラーつかないんですよ。なのでですね、とてもじゃないけどいられないっていう状況でして、まあこういうのをやってみようかなと思いました。はい、今夜11時ぐらいなんで、すごい暗いですね。の夜の土手を散歩してます。はいはい。で、本題なんですけど、確定申告の話なんですけど、結論から言うとですね、確定申告、結論というかテーマ、話のテーマ的には、その確定申告って大変じゃないですよっていう話です。はい。で、まあ僕は去年っていうか今年か、今年一回確定申告、青色申告でやったんですけれども、その時はですね、マネーフォワードっていうクラウドの会計ソフトを使って、やりました。で、そのソフトはですね、すごく分かりやすくてですね、例えばなんだ、お客さんからこれだけお金入りました、いくらいくらで、まあ仕事のプロジェクトの人とご飯食べました。まあ接待交際費いくらいくら、あとは資格の本を買いました、いくらいくらみたいな感じですね。帳簿付けがウェブの UI でパン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 ってできて、とても簡単なんですね。で、最終的にその PDF 出力みたいなボタンをポチッと押せば、その提出用の書類が出てくるという優れものなんでございます。はい。で、なんだ、なんていうのかな、まあそれを使ったっていうのと、あとは近所の税務署で税理士さんがね来るんですよね、その確定申告の時期になると。でも無料で質疑応答会みたいのをやってくれているのでそこに一回聞きに行きました。その時はその源泉徴収票の扱いが全然わからなくて、それを聞きに行きましたね。だからそういう意味だと、それ以外は一応なんか自己解決できたのかなとか、じゃないですね、あとあれだ、フリーの先輩がいたので、その方にもいろいろお聞きしました。はい。で、なんていうのかな、その税務署のところにはですね、たくさん人が並んでいて、まさに老若男女っていうんですかね、若い方からお年寄りまでいらっしゃるんですけれども、まあいろんな方が申告しているわけですね、確定申告しているわけなんですよ。で、ですね、なんていうのかな、その確定申告って難しくはないんですけど、要は面倒くさい、難しくないけど面倒くさいっていう話なんですよね、っていうことを話したかったんですね。はい。で、まあ面倒くさいっていうのは、なんていうかな、
まあ、いろんな細々としたことがたくさんあって、それの集合体みたいな感じなので、細々とした一つ一つのことはそんな難しくないんですよね、うん。まあ、それがみんな集合してるから難しく見えるだけでですね、全然難しくなかったんですよ、うん。で、僕がそのフリーになる時もなった後もなんですけど、確定申告すごい不安要素だったんですよね。これどうやるいいんだろう、全然わかんねえやと思っていたんですが、まあ無事終われてよかったです、はい。で、そのなんだろう、まあいろんな人がね、いろんなその自営業だったりの個人事業主の国民の方はみんな確定申告って少なからずやっているので、そういう意味で捉えるとそんな難しくないんですよね。難しくないっていうか、なんていうのかな、やればできるっていうか、やれる作業なんですよ。で、なんかイメージとしてすごい分かりやすいのが、まあ、運転免許とかなのかなと思います。まあ、一般の方っていうとあれですけれども、まあ普通にじゃないですね、まあやって勉強してちゃんとやれば運転免許を取れるので、まあ、それと同じように確定申告も勉強というか、まあちゃんとっていうか、確定申告も、まあ、その何ですかね、マニュアルに従うじゃないですけど、まあ、やればできるようなものですという感じですかね、はい、はい。という感じですごい7分も話してしまいました。ちょっと話がまとまらなかったですね、という感じなんですけれども、これでこの動画を終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。